はい、それでは、共鳴スタイルでアンサンブルしていくコツについてお話ししていきます。で、今回はメトロノームを使うですね。メトロノームって言ったらカッチカッチってやつね。最近だとアプリとかでも何でもいっぱいあるんで、どれでもいいです。でもって、このメトロノームね、すげえ使いやすいんですよね、やっぱりね。で、特にリズミックな曲だったりとか、テンポ感のある曲だったりとか、キレが大事な曲だったりとかっていうのは、そのリズム感っていうのがすげえ大事になってくるわけですね。で、これがね、リズム感がいい人ばっかじゃないわけですね。私もそうだったんですけども、乗り切れないって時があったりとか、どんどんね、速くなったり遅くなったりとかがすげえするおかげで、逆にぐちゃぐちゃになったりとか、歌いにくくなったりとかってすることすごく多いんですよ。なので、一つ決めて、でもって、決まってて、でもってそいつに全員がこううまく乗っかっていけるようになってくると、すごいいいんですよね。で、このメトロノームの時に、テンポ感とかって自分で作り出すと大変なんですよ。自分で全部作ろうとすると、歌いながら、呼吸しながら、でもって、表情をつけながら、母音変えながらとかって、新発音しながらとかってやりながら、テンポもキープしましょうとかって言われると、激ムズなんですよね。それで、アップアップしてくると速くなるし、ゆったりするとだんだんのろくなるし、みたいなことはよくあるんですよね。なんで、もうメタルドームにそこは任せましょうってことにしてみると、すごいエネルギー、そこに割くエネルギーがガンと減るので、すごい楽になるんですよね。だから、とりあえず、チッ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 とかって流しておくじゃないですか。そしたら、その辺に、合わせて、なんとなく、最初はね、こう口ずさむ感じです。鳴らしておいて、でもってその中でそれでこうなんとなくリズムが体に入ってきたぞっていうのを感じるんですね。まずね、これね、ピタッと止まってるとよくわかんないんで、ちょっとこう動く感じの方がわかりやすいですね。足先だけこうやるみたいなやつよりも、こうちょっとこう立像感がある方がわかりやすいですね。あとこうちょっとこう左右に揺れるとかね、こうちゃタンタンタンみたいな感じでちょっとこう揺れてみると分かりやすくなりますね。っていう感じで、メトロノームを使って、でリズムをそこに合わせていく。そうするとすげえすっきりした感じになったりとかしますね。今までごちゃごちゃだったら何だったんだみたいなね。で、合唱がこうごちゃごちゃになる、アンサンブルがねごちゃごちゃになる主な原因、大きい原因の一つにばらけてるってことなんですよ。タイミングが揃ってないっていうのは結構あるんですよね。で、このこう全員の感覚がピタッと、こっから音出ますっていう感じよりは、全体としてこう波が似てくるっていうか、揃ってきて最終的にバーンってこう一緒に同時に出られちゃったみたいな、出てみたら同時だったみたいな感じになってくるとすげえいい感じなんですよね。縦がずれてくるとパーンって出たいんだけど、パパパーンってな感じになってくると、遠くで聞くと、パーンってな感じになったりとかして、ちょっとこう、ずれちゃうとか、もやっとしちゃうんですよね。もやもやするっていうか、それで、言葉が聞き取りにくくなったりとか、音程がずれたりとか、なんかよくわかんないけど、もやもやしてるな、みたいな感じになったりとかするんですよね。だから、縦とかが、ピタッと揃うのはすっげえ大事なんですけども、縦を完璧に、揃えなければならないっていう風によりは、やってみたら揃えましたっていう感覚になるのがすっげえ大事なんですよね。で、そうは言っても最初にメトロノームとかそういうので基準のテンポある程度こういうテンポ感ね、はいはいみたいな感じのその律動感がねあるとすごく揃いやすいんですよ。なんでその時にメトロノームの力を借りるっていうのはすごく有効です。で、これはコツですけども、携帯とかを真ん中に置いても聞こえないんで、スピーカー繋いでください。そういう時は。結構でかい、ドン、カン、ドン、ドン、ドンみたいな感じだったりとか、結構分かりやすい感じになってくると、すごくいいですね。そうすると、ずれなくなってきます。で、
まあ、あとはそういうのがなかったらなんかのメトロノームとかを誰かが聞いてでそれに合わせてこう叩くってやると分かりやすいですね。とにかくなんかよく聞こえないみたいな感じになるとそれだけでまたそこに意識持ってっちゃうので持ってかれちゃうので、うん、まあ明らかに聞こえますみたいな感じだとすごくいいですね、うん、だから全然リズムも超得意ですみたいな人だったらもうそういう人にこうなんか手拍子してもらうとかもうほんとこう太鼓叩いてもらうとかってやるとすごいリズム感つきますねやっぱりね、うん、それであこういう感じかこういうリズム感かっていうのがなんとなく分かってくるとで体に入ってくるとすごい揃いやすくなります。はい、というわけでリズム感が揃ってくると本当ね音楽のなんかクオリティみたいなやつがねこうバーンと上がるんですよね、うん、すごいこう一体感も生まれやすいし、うん、ということで、ぜひですねそういうためにもメトロノームを活用するっていうのをぜひ取り入れてみると面白いと思います。はい、というわけで今回は以上になります。ありがとうございました。